13日日本ハム9 4中日エスコンフィールド北海道新庄剛志監督率いる日本ハムは4カードぶりに勝ち越しに成功しリーム2位を死守した交流戦で絶好調の水谷俊外野手が3番打者として16回と計2本の同点打を放ち14試合連続安打もマークいずれも勝ち越しシーンをお膳立てして勝利に貢献した 1>, 1点を追う1回1・1塁では中日の先発右腕梅津から宇宙間に同点2塁打を放つと続くマルティネスの中前的自打で一時勝ち越しに導いたその後は2対4と再びリードを許す展開となったものの6回無視1・2塁の場面で3打席目を迎えると傾投した2番手の藤島から左中間を破る2点3塁打で再び同点に追いつき自打者のマルティネスがウギヒを放って再び勝ち越した 1>, 1点を追う7回の守備では一打逆転のピンチを招いた4番手で登板したマーフィーが西から板山に三塁打を打たれた後に連続支球を許し満塁にピンチを広げたものの継投した左腕の河野が代打大島を空振り三振に仕留めた中日との3連戦を2勝1敗とし交流戦は残り4戦で7勝7敗にシーズン通じての貯金も7に戻した 14日からは巨人との3連戦、エスコンフィールド北海道があり、その後は18日に阪神戦、甲子園が残っている。